はい、ということで、小菅トラウトガーデンさんですね。はい。先週の DVD の撮影から約1週間。ちょっと今日はテストですね。来春かな？来年早々完成というか、まあ完成予定の、新しいボムなんですけど、これが、まあ完全プロトなんですけど、0.4g の、プロトモデルですね。で、こっちが、ハンマーヘッドシャークの、これはですね、釣具店さんからものすごく要望があって、重いのを作ってくださいということで、1.5g ぐらいですね。ハンマーヘッドジグって呼んでますけど、こんな感じで、これがですね、87度ぐらいに立つように作ってあるんですね。ボトムで、立つんです。綺麗に。はい。こっちは、まあ、超軽量版で、これはですね、面白いのは、フックが、また新しくジグヘッドごと作って、フックが、結構ここら辺で、フックが、毛の一番最終的なところにあって、これは一応フォールで釣るっていうことを目的で作ってるんで、まあ、バイトしたらすぐフックがこう必ず、口に入るように、毛の、終わりとフックのこのゲームのこのカーブがちょうど合うようになってるバージョンですね。はい。まあ、ちょっとこれもテスト今してるんで、まあ、うまくいけばこのまま、制作に入ろうかなと思ってます。しかしマイナス2度ですよ。マイナス2度、超寒い、超寒い。今3人ですかね。3人。はい。それじゃあやってみたいと思います。寒いよー。